こんばんは、ロビーラウンジへようこそ。ロビーです。さて、今回泊まります宿はザ・レディスターホテル京都2条になります。二条城まで徒歩約5分ほどという立地にありますこちらのホテル、どんなホテルなのでしょうか。今回も早速行ってきましょう。入ってすぐ左手に受付、右手にイートインスペース兼ロビーですね。朝食なんかここでいただけます。そしてウェルカムドリンクのコーヒーやお茶なんかもありました。またね、手前入り口付近にはこのようなスペースもあり、大変こう室内にいるだけではなくここに来てお仕事とかもできますね。さて、私はお部屋の方へと向かいますよ。受付を済ませましたのでね。さて、今回は305、3階のお部屋ですね。朝食付きプランを予約しました。レッツラゴー。なんかお風呂上がりの匂いするな。味わいたいんですけどね。味わいましょうか。さて、どんなお部屋なんでしょう。いきますね。おお、コンパクト。おお、このようなお部屋となっております。今回予約したのはシングルルームですね。一人部屋にぴったりという感じ。あ、ここにお手洗いとバスルームがあるんですね。へー、なるほど。ということで、今回も早速ルームツアーしていきましょう。レッツラーゴー。まず入り口、まだカードキーを挿してなかったので明かりをつけますと、まあ、今昼間なのでね、外から光入っててあまり変わりませんが、どうでしょう。この和の雰囲気漂うこの空間デザイン、ところどころね、こういった京都らしい和の柄が入っているのが和モダンという感じでしょうか。素敵ですね。あ、よく見たら天井にも描かれていました。これ寝た時にね、いいですね。こう寝転がって上見たら、はあ、華やかな天井が広がっていると。はい、で入りまして、目の前正面ですね、ハンガーが2セット。シングルルームなので非常にコンパクトな作りの部屋となっております。で、使い捨てスリッパと思いきやこれ中敷きなんですね。はい、使い捨て中敷きということで、これとあと使い捨てないスリッパ、これあれだね、ゴザの素材ですね。良きですな。またこういう些細なところに京都らしい雰囲気が漂いますね。そして姿見がありますと、でこちらにはいつもながらの荷物置く台があります。はい、空気清浄機で、あれはライトですね、懐中電灯。この枕元のスイッチ類はエントランス、ベッドルーム、そして調光できるスイッチですね。コンセントに USB 充電ポートとあります。ミニクッション、可愛らしい。そしてパジャマですね。今回のルームツアーは非常に早く終わりそうですね。はい、テレビがあります。32型ですね。はい、そして机、あ、よく見たらここに椅子が置けないのかなと思いきや、見てください、このように小さな小さな椅子が、椅子というかもうブロックのクッション、よっこいせとこのように座ることができるんですね。はい、そしてこ、あ、待って、かなり沈み込みますね。あ、でも良き良き、うん、
パソコンなんかもここでできそう。はい、そしてこちらのデスク周りこのようになっております。そしてこちらこのようになっております。簡略的な説明 でお茶ありますが、先ほど見ていただいた通りラウンジスペースにもお茶がありましたね。引くタイプ。おお、シンプルなユニットバスですね。あ、これアパホテルと似ていますね。卵型、若干卵型のバス、となっております。はいですね。良きアメニティ類もありますね。良きですな。はい、でこちらのホテル、一応ホームページ見たところ屋上テラスみたいなところがあるんですよね。もしかしたら閉鎖されてるかもしれませんが、行ってみましょうか後で。よいせー。 あ、いいね、これ少しね固めのマットレスですね。うん、これはこれでいいな、なんかすごい良きですな、うん、すごいすごいこじんまりとした空間ですね。個人的には本当好きですね、このコンパクトさがいいな。なんか最近はシングルルームそれこそ予約してもなんか、まあ、ありがたいことにツインルームとかダブルルームとかアップグレードしてくださることが多いんで、はい、久しぶりにシングルルームコンパクトな部屋に泊まった感じですね、うん、やっぱカプセルホテルたくさん泊まってるんで結構こういうコンパクトなお部屋の方が快適なこともありますから、ここのなんだろう仕切りっていうのかな、すごい高いですね。テレビもちゃんと出ていて見やすいですね。よいしょ、向きはこの向きなんだね。はい、目が悪いロビーにとっては良きですな近いのでね。屋上階にやってきました。さてルーフトップバー、バーじゃない、ルーフトップはこちら。おお、こじまりとしていてそして開放的。もしかしてこれ二条城とか見えるんですかね。こちらは堀川通り、先ほど雨が降っていたのでね全体的に道路が湿っておりますが、二条城はあちら側ですがどうでしょう。見え、ギリギリ見え、あ、見えないのかな。お、ギリギリ見えないですね。あ、でもこちら側から、私の今これ目線なんですけど、カメラを開けるとどうでしょう、二条城周辺の堀が見えますね。はい、あと木々が見えますこちらで明日朝食なんですけども、お弁当だそうで、こちらにお弁当を持ってきていただくこともできます。もちろんお部屋に持って食事をすることもできるそうです。今回も素敵な滞在となりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。